ええ、ここの方がゆっくりと話ができるでしょ。それで教えてくれる気になったということでしょうか。狼さんの名前です。それに答えれば狼さんの名前を教えてくれるのですか。なんて聞くだけ無駄ですよね。最初から名前を教える気などないでしょう。君が狼さんを裏切るなんて思えませんから。ねえ。やめろ！やっぱり後をついてきていましたね。まったく、もう少しうまくやってくれないと。こそこそ資質に入り込んだことだって僕が気がついていないとでも思ったんでしょうか。言うことを聞いていたら自分以外の誰かが犠牲になることで済んだのに、ですか？な、別に誰だっていいんです。狐だろうがウサギだろうが、君じゃなければ他の誰かにこうするだけです。優しい狼さんのことですから、誰がこうされてもきっと助けに来たでしょう。何をする気だ。交換条件を出すつもりですよ。彼女の命を助けたければ名乗りなさいとね。もう少しであの方がよみがえるのです。そのための最後の一輪が彼女を殺した男のものだなんて素敵だと思いませんか。一輪？魔女をよみがえらせるのに花が必要なのか。まさか花の呪いをかけたのは。僕はあの方の前で君への復讐をしたかった。そのためだけにこの森での退屈な暮らしにも耐えてきたんです。あの方の目覚めが近づいている。やっと僕の願いが叶う。僕は一刻も早くあの方にお会いしたい。
お前、そいつはお前の大好きな魔女の娘だ。その娘を傷つけても平気なのか。僕が慕っているのはあの方のみ。あの方の娘がどうなろうと知った話ではありません。魔女が悲しむとしてもか。いいですね。僕はまだあの方の涙を見たことがないんです。涙に暮れるあの方をお慰めするのも素敵です。僕はあの方のおそばにいられればそれだけで満足なんですよ。ほーら見てください。リンゴは今にも熟しそうです。あの方は目覚めを待っています。早く起こしてほしいと僕を呼ぶ声が聞こえます。ねえ、娘の君にも聞こえるでしょう、美しく澄んだ声が。さあどうしますか。君がおとなしく名乗ってくれればこの花たちが血で汚れることもなくなります。うるさいですね。あまり騒ぐと狼さんがゆっくりと考えられませんよ。やめてくれ、そいつの命だけは。助ける方法はただ一つです。そいつを殺さないと約束してくれるか。僕はあの方以外のことに興味はありません。あの方が蘇ったら一緒に森を出ていくつもりでいますので。絶対だな。約束します。お前を失いたくないと言っただろう。なんでこんなことを。そんなことして、バカ野郎。お前以上に大切なものなんてないのに。
おい、おい！気になってよかった。まったく無茶しやがって。ちょっと待ってくれ。本当にお前をかばっているわけじゃないぞ。俺が魔女を殺したんだと本気で思ってる。俺のせいでお前に疑いがかからないようにとは考えた。森を出られたら俺が殺したことは村人に伝えるつもりだったんだが。お前が来た時にはすでに息絶えていたようには見えた。
だからお前が彼女の死体を刺した時には錯乱したんだろうと思った。いや、俺にはそんな風には見えなかったぞ。雷、確かに一瞬真っ白にはなったが、それが魔法だったかどうかは分からないな。いや、俺はそのかばえるものならかばってやりたかったが、俺は自分が殺したと、そのそれにしても山猫のやつ、もうすぐ魔女が蘇るとか言ってたが、結局何も起こらなかったな。
そうだな。お前な、何も蹴ることないだろう。ああいう時のやめては大抵はもっとしてって意味だろうが。お前本当に生意気だな。どうだ、降参か？入れていいか。力抜くんだぞ。
どうせまたすぐに濡れる。だからまだ後でいい。まあこっちは相当我慢してたからな。浮気もしなければ一人でもしてなかった。これで一回で収まるはずがないよな。お前もこのまま一生繋がっていたいって言ってたよな。俺は子孫を残さないといけない立場にあるんだ。よく似合ってるよ。お前はこの森で一生過ごすことになるが、本当に良かったんだな。これからもいろいろなことが起こると思う。それでも俺についてきてくれるか。ああ、絶対に離さない。そしてこれからもお前に与えうる限りの愛情を注ぐことを誓う。さてと、寒いしそろそろ家に戻るか。家に戻ったらまずは風呂に入って体を温めて、それから愛し合うしかないだろうな。よし、張り切るぞ。なんてったって結婚してから初めてのセックスだ。それとこれとは別だ。今日は初夜だぞ。記念すべき夫婦初めての共同作業だ。細かいことを気にするな。
愛する俺のレディへ。俺の嫁になってからしばらくが経つが、どうだ、新しい生活には慣れたか。って言ってもこれまでも一緒に暮らしてきたんだから前と何も変わらないよな。今までと同じように一緒に朝目覚め、ご飯を食べて、お風呂に入って、抱き合って眠る。何が変わったわけじゃない。ただ恋人同士として暮らしてる時とは俺の意識は変わったな。なんといってもお前は俺の家族になったんだ。やっぱりそれは大きいと思うぜ。家族っていうのはとても心が温かくなる言葉だ。お前と俺はその家族なんだ。しかしな、森で再会した時にはこんな関係になるとは思ってなかった。何しろ初めてお前と会った時、お前は正真正銘のベイビーだったからな。恋に落ちる姿なんて想像したこともなかった。運命のいたずらってやつかな。でもこんないたずらだったら悪くない。俺とお前の間にもこの森自体にだってまだまだ問題は山積している。そりゃもう解決していないことだらけだ。だけどお前が隣にいてくれれば、俺はいつかこの森を本当の意味で救い守れるような気がしているんだ。だからこれからもずっと俺のそばにいてくれよ、マイスイートハニー。ってことで、新しい家族を作るためにこれから子作りに励むぞ。バッカ、これはやりたいから言ってるんじゃない。動物の本能と可愛い俺の照れ隠しだ。さあ今晩も、いやこれからもずっとお前を手放さないぜ。